紅岩北に変える。This is my second spring in Kyoto. The arrival of spring makes people feel a little uneasy in this town. Though it's the season of hope and new beginnings, spring also instills a feeling of farewell. Of course, spring comes around every year.And with it, flowers bloom and trees blossom. But then in a moment, it's gone again. It certainly doesn't pay any attention to one particular stranger. That's for sure.Can we talk a little? Surprise. Since ancient times, in both Japan and the West, becoming a priest has required severing relationships of the material kind. Don't get me wrong. Nihongo de hanaseba?お坊様。出家をする人間にはそれなりの動機が必要です。それを欲しいという、あなたの欲しいとは何、ミスター・ヒースロー？ああ、禅の奥深い世界に。よいわんわ。 This manSevered his relationship with me. それはちょっと薬が効きすぎたかもしれませんな。後ろめたさでいっぱいです。嘘ついたわけやなし、方便や。しかし偽坊主というのはちょっと。相手が勝手に出家したって勘違いしてるだけですがな。あんたはただ散髪屋に行って髪の毛剃って、町に出るのに着る服がないから雲水の衣を借りたいうことですわ。罰は当たらないでしょうか？そんなん知らんがな。わしは知恵貸しただけやし。そんな。カーッ！で、その後、飯田漬け班の様子は？実は、怖くて家に近づけておりません。手負いの虎は、凶暴やからな。春は出会いの季節であり、また別れの季節でもあります。ミス・タラシマ。はい。あなたは4月からの新しい生徒ですね。はい。課題にしていたことは見つかりましたか？はい。立ち別れ、稲葉の山の峰におうる。松と敷かば、今帰りこん。Good choice.9世紀の歌詞、有原の雪平の有名な別れの歌ですね。はい。855年の春、
幸平が稲葉の神に任じられ赴任地へ向かうときに送別の宴で読んだ歌です。意味は？これでお別れです。でも稲葉の国の山に入る松のようにここでずっと待っているよとあなたが言うならばすぐにでも帰ってきましょう、京都英の確か大志を読んだ切ない歌ですね。先生。ミスター・シグナー、今年もいたのね。飽きませんか？うん、勉強熱心もいいけど就活もね。おおきに。でその歌なんですけど、うちのおばあちゃんがよう使うてはりました。使う？うちの実家に猫がおって、その猫が何か言うたらすぐ家出する厄介な猫で、その猫が家出するたんびに家族総出で近所探すんですけど、これがなかなか見つからん。でみんなが諦めた頃におばあちゃんがその歌短冊に書いて猫が使うてた餌の皿の下に敷いとくんですわ。でも不思議とこれやると猫が帰ってきよる。今日やっと意味が分かりましたわ。そんな効き目あるんですか？うちの近所のおばちゃんなんてこれで逃げた文鳥呼び戻さはったしね。相当ご利益あんのと違う？立ち別れ稲葉の山の峰におる松年きかば今帰り込む。Love me or leave me?今年もなんやかやで桜見に行く間もなかったな。花見の茶会も盛りやし和菓子屋の宿命どすわ。遠江門さんが毎年くれはるこの枝打ちの桜がせめてもの慰めや。ほんに雅な枝ぶり。結婚せえへんのは何かを待ってるからやないのか。他の人と結婚する自分が想像できひんだけどす。まあええわあんたの人生や。好きにしよし。びっくりするようなこと聞かされてうちはもうなんか吹っ切れたわお母さん。なんやまだなんか爆弾隠してんやないやろな謝らなあかんことがもう一つありますね。は？つもりはなかったんやけど。なんでまた急にそんな展開に。あんたにはもう関係のないことかもしれんけど、母は蔵や春信の看板を下ろすつもりです。今すぐに言うわけやないけど。そんな。母もうちもいろいろと悩んだ末の決断どすねん。そやったらなあのこと、僕や死んだ母のことは打ち明ける必要ないと思うんですけど。話には勢いいうもんがあって。勢いで話すことやないでしょう。とにかく母の性分やったら必ずあんたに会いにここに押しかけてくる思うんです。最悪や。あ、ああ先生。
生。信者がどすな。そうどすか。エミリーはんと先生は深い縁で結ばれてはるんですね。いえいえ、結ばれてませんから。全然一方的につきまとわれてるだけですから。そんな言い方しはるもんやおへん。逃げたら追いかけとうなるのが人間の性やと思います。関係を断ち切りたいんやったらちゃんと受け入れて別れを告げるべきやわ。僕は諦める自信がない。そやから京都を捨てるんや。彼女がほんまに先生のこと愛してはったら別れを受け入れてくれはる思います。お、ええこと言うわ。そういうものでしょうか。そやけど相手の最低限の権利を認めてあげてくださいね。最低限の権利？待つという権利です。たとえ 1% の見込みしかなかっても待つという自由は誰にも侵害できしません。しかしエミリーは黙って待つということができない女でして。先生はイギリスのジェントルマンやのに女心が分からはらへんのですな。手厳しいですな。うん、ええ味やわ。エミリーはんはもう1年半も先生の帰りを待ってはるやないの。家でした気まぐれな猫を待つみたいに我慢強。旗で見てても胸が痛うなります。ごめんやす。これは倉屋さんの。ご無沙汰いたしております。今日はまたなんではるばると。へえ、以前ご老子様にえらいたしなめられたにもかかわらずどうしても清徹藩にお目文字したいと思いまして厚かましゅう参上いたしました。まあこんなところではないやから。さあお上がり。お手間は取らせません。栗の鎌地をお借りできたら十分どすさかい。いやいや、今座敷を用意させますさかい。しばしここで。ええー、匂いどすな。信者がどすか。はい、季節どすさかいにな。あ、はい。ごめんやす。はい、つかんことをお聞きしてもよろしおすやろか。あ、はい。ご同輩の雲水藩清徹藩のことなんですけど。はい。くれや、さあ奥の座敷へ。へえ、どうぞ。私初めて生ず。
こんにちは。お越しやす。花いかが3つください。おおきに。735円になります。あ、そのまま。へえ。ちょうどいただきます。どうもお変か。はい。せんだってお見かけしたときおつらそうやったさかい。珍しいですね、京都人が他人の事情を気にするなんて。お家は他人やあらしまへん。一年半も隣に住んではるご近所さんどすさかい、気にかけるんは当たり前どす。引っ越し書を持ってるんですけど、借家か下宿があったら紹介してもらえませんやろうか。ええ、喜んで。よかった。何が？ひょっとしたらイギリスに帰ってしまうはるんやないかと心配してました。私は私の住みたいところに住みます。ええ、この町の全部が好きなわけじゃないけど、ふるさとの杉に好きかな。お気に。どうも。就職の内定がまだ出ていない楽社大学4回生の重野です。こんにちは。近くまで来たんで、この前借りた傘お返しに。いや、募金とあんなことでいつでもよかったのに。京都人の間でしばしば交わされる募金と半という言葉、もともとは律儀に気遣うてもろっていう褒め言葉なんですけど。奥さん、ちょっとその辺まで来たんですけど、先日おすすめした件いかがでしょうか。はあ、あんたはんもご近所はんなことで。と、こちらは迷惑さを匂わす皮肉ということになります。この機微を理解できひんと京都人と打ち解けた関係にはなれません。例えば。こんにちは。はい。おう、じゅんちゃん、どないした。おばちゃん、これこの間いただいたお土産のお返し。なんやのこれ。マスクメロンですわ。へえ、ご近所はんなことに。まあ、こういうリアクションが返ってくる本音はこういうことです。うちがあげたんはまんじゅうどすがな。飽きまへんえ、こんな高価なもん。ご近所のお返しのやり取りはもろうたもんに見ようた値打ちのもんにせんと。つまり相手のプライドを傷つける。持ってお帰りやす。堪忍です。あ、お母ちゃん。ああ、これ返されたわ。あんた、こんなもん持ってったん。職業や身分の違いで生活区域がきっちり分けられた城下町とは違うて、京都は昔からいろんな階層の人がぎゅーっと混じり合って暮らしてます。同じ町内で家柄も様々、収入も様々やから、ご近所付き合いにも気遣います。そやし、2000円のお菓子の返礼に1万円もするマスクメロンなんか持ってったら、ご近所はんにまあと常識のなさに呆れられてしまう。すいません。はい。いえ、以前はうちの息子が部長こんなことしまして。いえいえ、これお裾分けです。いや、匂い大きに。京都で大事なんは見栄の張り合いより対等な付き合い。いやらしい言い方すると、
もらいもんくらいで相手に食らい取りされたらたまらんいうリスク回避術です。ご均等ハンドした。立ち別れ稲葉の山の峰におうる。待つ年生きかば今帰り込む。ん？花は根に鳥は古巣に帰るなり春の泊まりを知る人ぞ泣き。いや、先生。おおみ、ご無沙汰してます。先生、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 先生。
生きてあったんどすな。まあなんとか。留守中何かとご迷惑をおかけしたのではないでしょうか。何言うたはりますの。エミリーはんがきちっと留守を守ってはりましたえ。ご近所付き合いも町内のことも。そうですか。でエミリーは何どすのそれ。ああこれ彼女が残していたものなんですが。花はねに、春が終わって散った桜は土に、うぐいすは古巣に帰ってゆくが、じゃあ春は一体どこに行くのだろうという意味です。春はきっとエミリーはん自身のことですな。一体どこに行ってしまったのやら。ここどすがな。え？Hello, Edward. なんで、クラヤさんに？なんでって、うちに下宿しはることになりましたんよ。あ、ほんな、うちは講義がありますよって。はいはい。いっといでやす。これからもよろしゅうに。ご近所はんで。ご近所はん？対等で貸し借りのない付き合いいうことですわ。先生も名護を住んではる割にはなかなか京都人にはなりきれはらしまへんな。本当に京都人は分からない。さよなら。